皆さん、こんにちは。マゼパパです。今回は、前回までドラフトで注目のピッチャーとヤシと紹介してきましたが、今回は12球団でどの選手を指名されるのか、また、私マゼパパが、は、この球団はこの選手を指名するんじゃないかのっていうのを紹介していきたいと思います。まず今回はパリーグからご紹介していきます。 えー、それでは、えー、福岡ソフトバンクホークスからです。4年連続日本一になった名門ホークスです。今年は怪我などによる離脱が相次ぎ、苦戦を強いられましたが、総合力は12球団1位なのは揺るがないでしょう。育成選手が最も対等しているチームであり、ホークスは育成ドラフトこそが本番と揶揄されるチームでもありますが、やはり即戦力は欲しいところです。 まず予想としましては、西日本工業大学の隅田千尋投手を指名するんじゃないかと思います。九州出身の大型左腕投手です。貴重な大型サ腕、貴重な大型左腕投手であり、地元ということも相まって、ホークスが特に狙うこと間違いなしでしょう。チェンジアップが武器で三振の取れる選手です。私、えー、マゼパパの予想も隅田千尋投手です。 他には福岡出身の三浦銀次も注目の一人でしょう。三浦は多彩な変化球を織り交ぜ上げた投球術が持ち合わせた投手です。予想の答えとしましては、先ほど述べた通り、同じような隅田投手の予想となります。やはり地元の強力な左腕投手は必要なんじゃないかなと思います。次に千葉ロッテマリーンズです。昨年は2位。今年も好調のロッテです。 しかし、どうも手薄な状況は否めないです。今年も、左腕を狙いたいとこでしょうか。他には遊撃手と保守の補強も急務といったとこでしょう。予想としまして、つ筑波大学の佐藤俊介投手、西日本工業大学、隅田と双壁をなす、大学の即戦力左腕です。昨年の早川を一位指名、 ハズれ1位も鈴木翔太を獲得するなど、左腕の獲得が急務なのは、ロッテ側も把握しています。コーナーをつける請求力が武器です。私、マゼパパの予想としましては、中央大学の小賀優斗保守です。ロッテは田村保守の後継者も急務だと考えています。中日から加藤保守をトレードで獲得したことは、 言えますが、それでも即戦力のキャッチャーは欲しいと言えるでしょう。キャッチャーも欲しいですが、とはいえ、やはり即戦力の左腕に行くんじゃないんですかね。まあ、大穴で小賀保守としておきましょうか。次に、埼玉西武ライオンズです。昨年は3位だった西武です。昨年では7人中5人が野手でした。そのため今年は投手を補強、補強したいところでしょう。 西部は伝統的にパワーピッチャーが多い印象です。ま、制裁にかけちょっと不安定な選手が多いっていうのも言えるでしょう。今年はピッチャーをと取ってくるのではないかだと考えております。予想としましては、筑波大学の、えー、佐藤俊介投手です。西部が最も欲しいであろう、請求力の高いサワン投手です。若手や主人の不足は不、不足、 ごめんなさい、若手野手の不足はえー、解消気味なので即戦力ピッチャーが急務だと考えております隅田も魅力的ですが前述した通りえー、パワーピッチャーが多いのでえー、コーナーをつける佐藤投手を予想しますえー、マゼパパ予想としましては明朗高校の風間久太投手最速157キロを誇る高校ナンバーワン パワーーピッチャーです将来のエース候補として魅ク的な素材と言えるでしょう先ほど述べました佐藤投手とは異なりますが、えー、風間投手は素材としては将来性豊かな高いピッチャーだと言えるので松坂投手は涌井投手を育ててきたあー西武としては右の本格派投手を育ててくるんじゃないかなということで予想させていただきます 次に、東北楽天ゴールデンイーグルスです。伝統的に投手の指名が多く、先発投手はベテレンが多いので若い選手の台頭が求められます。また、楽天には左打者が多いので右打者の獲得も求められるんではないかと考えております。予想としまして、明朗高校、風間九太投手。若いピッチャー、つまり高,速ピッチ高卒ピッチャーが求められます。 そこで候補の筆頭になるのが風間投手です。東北出身でもあり、楽天とは相思相愛の関係にもなると思われるからです。混ぜパパ予想も風間九太投手です、えー。予想内容としては先ほどと同じで、若く早めに、えー、戦力となるピッチャーが欲しいのではないかと思います。2年後、遅くても3年後くらいには戦力になることが要求されるでしょう。 他には高校ビッグ3の小園健太、森木大地も十分候補として入るでしょう。仮に彼らがドラフト1位に選ばれなかった場合は獲得を狙いたいとこだと考えているでしょう。次に北海道日本ハムファイターズです。若手の育成に定評のある日本ハムです。歴代ではダルビッシュや 大谷といった超大物を一本釣りしており、話題性にも定評があります。本拠地が札幌ドームなのもそうですが、それも差し引いても今年は本塁打が少ないように思えます。加えて中田翔の遺跡により、長打力不足が深刻だと考えられます。そこで予想としましては、智弁学園の前川右京選手。 高校ナンバーワン野手です。高校生を中心にする、えー、中心に獲得する日本ハムの方針とも合致します。左打者でありながら甲子園でホームランを打てる打力は非常に魅力です。新しくなる札幌ドームの花のなる、花のある選手ではないかなと考えております。筆者予想,予想としましては、慶応大学のまさ、えー、智也選手。 日本ハムの長打力不足は深刻です。そこで、即戦力の大砲がとにかく欲しいということを考えて、上位に上がってくるのが、正木選手だと思います。中田選手がいない今、開幕4番も調子によっては考えられるんじゃないかという存在の選手です。次に、オリックスバッファローズです。 昨年は最下位に終わったものの、今年はなかなか調子の良く、えー、10月8日現在、周囲を走っております。オリックスは、えー、センターラインの補強がしたいんではないかなと考えております。他にも、長打力のある野手が欲しいところです。予想としまして、大阪桐蔭の池田龍馬選手です。大阪桐蔭のキャプテンです。オリックスは池田の地元でもあります。 小柄だが、長打力を打つ能力があり、オリックスの補強ポ,ンポイントと合致します。えー、私、マゼパパ予想としましては、天理高校の立つ投手を指名するのではないかなと考えております。長身が武器の素材型投手です。風間投手、森木投手、小園投手と、双璧を成すぐらいの、 逸材じゃないかなと考えております。ビッ,ビッグ3ではなくビッグ4と言っていいんじゃないでしょうか。オリックスはリリーフがどうにも固まらず、37歳の平野投手に頼,ざら,頼らないといけない状況が数年続いており、数年後のリリーフエースとして勝つ、えー、獲得するのも十分にいいのではないでしょうか。以上。 えー、パリーグ予想となりました。次に、えー、セリーグも予想していきますので、また次回もお楽しみください。ご視聴、どうもありがとうございました。